はい、はい、はい。お疲れ様です。今回もハードオフで110円の Wii のゲームたくさん漁ってきたんで紹介していきたいと思います。今回漁ってきたのが、ダーン！はい、こちらです。はい。まあ、一個一個ね、紹介していきたいと思います。はい、ということで、まあ、一本一本ね、紹介していこうと思うんですけど、まず一本目は、ダーン！はい、太鼓の達人、Wii ドドンと2代目が110円。ああ、太鼓の達人ですね。シリーズが長い。で、これ説明書も全部あって、ディスクの方は、やっぱまあ、お察しの感じ。汚い。はい。まあ、長いね、このシリーズ。一体、いつまで続くんだろうかっていう。次、ドン！はい、太鼓の達人 Wii 超豪華版。これも110円。で、取説はある。ただ、まあ、ディスクの方が、ダン！まあ、そんな言うほど。でも、まあまあ、やっぱ、汚い感じで、うん。超豪華版っていうだけで、なんか高く売れそうな感じするよね。次、ダン！はい。ドラゴンボール Z スパーキングメテオ。これ、プレ2でおなじみのドラゴンボールさん。はい。これがもう110円。でした。まあまあこれ取説はあるんだけど、やっぱね、まあすごいよね、傷だらけっていうね。こっちも取説はあるものの、まあ傷がねやっぱあるよねって感じ。はい。まあこのなんかメテオね、なんかもうプレ2で慣れてるせいか、あったらとりあえず買っちゃったんですけど、大丈夫かな。次、ドン！はい、初めて見た。星のカービィ Wii。 はい。何気にね、 Wii ではやりたかったやつなんで嬉しかった。これ取説がありません。でもディスクの方はそんなにって感じ、悪くはないような気がするけど、まあまあ取説なくても普通に嬉しい一本、星のカービィ Wii。 次、ドン！はい、ドンキーコングリターン。テレレレテレレレテテテレレレレレレテレレレテレレレテレレレレレレレ。初めてのドンキーコングはゲームボーイのドンキーコング2かな、黄色いカセットでした。次、ドン！はい、もうおなじみ大乱闘スマッシュブラザーズ X、 取説なしで。これはね、ディスクがそんなに悪くない、多分取説がないんでジャンクの方に行ったんかなって感じ。次、ドン！はい、マリオパーティー8。はい、これも取説がなくて汚い。64のね、マリオパーティーの2かな。人生で初めてじゃないな、マリオパーティー系のゲームって絶対自分買わないと思ってたけど、小学校の時かな、64のやつを買って一人でやってた。次、ドン！はい、シリーズでマリオギャラクシー1、2ね。まあ、案の定。過去の動画でも多分ね、買ってきましたよって紹介してるかもしれない。覚えてないわ。はい、まあまあ、でもどっちもディスクは汚くて。でもね、ワン、ツーセットで持ってれば、ハッピー。よいしょ。で、次、ドン！やっと来た！街へ行こうよ、動物の森！はい、これはね、ちょっと説明書がちゃんとあるんですよ。ありがとうございます。110円でね、初めて見た。こっちが、では珍しい。で、ディスクもそんなね、汚くないんですよ。で、こっちではね、珍しいんかな。わかんないですよね。ブックオフの相場は、バグハードオフか。ハードオフの相場がちょっと僕わかんないんですけど、ウィースピークがあればね、おしゃべりできるっていう代物ですよ。ね、ゲームキューブのやつはしこたまやったわ、ほんと。リアルタイムでね、時間も動いていくんで、朝6時ぐらいに起きてね、未だ覚えてるんですけど、そのゴミ捨て場があるんですけど、そこに行って宇宙服を拾ったのは未だ覚えてる。ゲームキューブのプラスプラスの方かな、懐かしい。次、ドン！はい、 Wii スポーツ。はい、これはね、多分110円で落ちてる、どこでも落ちてると思う。これ買った理由がね、次なんですけど、まあ、次紹介するのが最後です。最後の紹介するのは、
はい、こちらです。はい、ウィーパーティーが3つドーンドーンドーン。はい、もう全部ね、説明書があって、ディスクにまあまあ汚れとかがあるけど拭けば良さそう、傷はあるけど、まあ、これも傷があるけど他はあんま傷ない、まあこんな感じで3つをちょっとまとめてバーンって買ってきました。これ買った理由はね、ウィースポーツと一緒に抱き合わせで結構出品されてたんで買ってきました。はい、今回はですねこんな感じで Wii のゲームソフトでも全部110円で買ってきました。結構ね珍しいやつがいっぱいあった。いや、星のカービィとかもうやったーって感じだったね。動物の森とか個人的に好きなやつがいっぱいあったんでね。で Wii も最近ちょっとずっと使ってたやつが壊れたんで、まあ、メルカリでちょっと本体だけ買ってね、やっとWii もできるようになったんで、Wii パーティーとか意外とこう動作確認でやってると意外とおもろいんだよね。だから今時代はスイッチなんですけど、まあ、ちょっと一歩後ろを振り返ってみるとこうやって昔のゲームをたくさん面白いのがあるんでね、しかも110円で買えるんでね、もし皆さんね今ってなかなか外に出れないと思うんで、こういう時こそ家でゲームをねみんなでやって楽しみましょうよということで、またねいろいろハードオフで引っ張って、ジャンク品を購入してきたら紹介していきたいと思いますので、よかったらぜひ見てくださいということで、今回は以上です。ありがとうございました。バイバイ。